こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです。今は2人の子供のママなんですけれども、日本にいる時は上の子供が幼稚園に行ってたんですね。でママ友というのは今の時代当たり前の付き合いの一つになっていますが、私子供が幼稚園に入る前にこのママ友付き合いっていうのがめちゃくちゃ怖かったんです。でかくいう私もママ友がいたんですが、それでも今日はママ友はいらないと言い切ります。ママ友がいないことによるメリットというと、まず1つ目、マウンティングに悩む必要がない。2つ目、無駄なランチ会への出費がない。3つ目、話を合わせて気づかれしなくていい。4つ目、自分の時間が持てる。などなど、これ以外にもまだまだありそうな気がします。スイスに来てこのママ友っていう概念は吹っ飛びました。そんなものここには存在しないんですね。子供の友達の母親だから仲良くしなければいけないなんて文化はないですし、毎日挨拶はちゃんとするんですけれども、必要以上につながる必要はどこにもありません。このシンプルで当たり前のことがもう日本にはなくて、でこっちに来てママ友がいないことがどれだけ自分らしい生き方をすることにおいて大切なのかに気づかされました。今日はママであっても一人の人間である全てのママたちに向けて、毎日無駄な気と時間を使わないためのお話をしたいなと思います。ママ友のネットワークの中には他のクラスのママの話とか、公園に来るママの話とか、いろんなママの話の噂がこう転がり込んできます。で結局他のママの噂話や旦那の愚痴とか、子供とか家庭の経済状況を比べるこうマウンティングが話題の中心になってくることがほとんどです。で愚痴を言い合ったりしていると一時的に気が紛れてこう気持ちが楽になるかもしれません。でもこういう話って生産性のない話であることがほとんどなんですよね。で私は京都出身なんですが、海外には住んだり旅をしたりした経験はあっても、日本では京都以外に住んだことはなくて、で結婚してから初めて東京に来て東京で子育てをしました。で友達も家族もいない場所で、近くに友達が欲しいなと思っていたのは事実です。でも仲良くなったママも結局は子供の友達のお母さんであって、こう昔からの長い付き合いの友達のような本物の友達になれることって少ないんですね。で外見ではとても仲良くなっているように見えても、心の中ではこう相手とか子供を比べてしまったりとか、嫌われたくなくてこう合わせているうちに疲れてしまったり、こうそうなるともうメンタルっていうのはすごく不健康。私は東京で子育てをしながら在宅で物販ビジネスを始めて自分で稼ぎ出したんですが、そうなるとますます自分の自由な時間っていうのはなくなってきました。スーパーの前で延々と立ち話をする時間がもったいないと思いましたし、行きたいと思えないランチ会にわざわざお金と時間を使って参加したくありませんでした。みんながするなら私もというのは、いい言い方をすれば協調性がある、悪い言い方をすれば人の意見に流されるということです。で日本ではこれが文化になっているので、この外に出るのにはこう勇気がいることなんですね。で30人いるクラスのママのうちこう28人がランチ会に行くといえば、ほとんどのママが何とか予定をつけて行こうとするものです。で私はビジネスの時間を確保するのに、この必要以上のママ友との付き合いっていうのを断ち切りました。生産性のない時間を過ごすくらいなら、少しでも自分の将来のために稼ぎたいと思いましたし、何より小学校に行けば PTA などこう親が嫌でもこう巻き込まれていくのが分かっていたので、子供が小学校に上がるまでに海外移住をしたいと強く思ってたんですね。でまあ、こうした結果、実際に海外移住を果たし、スイスに移住してもう今1年半になりますが、それでも付き合いが続いているママ友たちがいます。彼女たちとはもう今はママ友ではなくて本当の友達だと言えるんですよね。でママ友とは友という漢字はついていても友達ではないんです。でも本当の友達になれる相手なら、あなたが今一番大切にしたいものを優先した時にあなたから去っていくことはありません。ママであっても一人の女性であり、家族がいて子供がいて大切にしていることや大切な時間があります。友達でない人のためにそれを二の次にしないでください。もう一つ言えば、私の母親はママ友ゼロ人の母親でした。
で小さい頃どうしてお友達は家族ぐるみでこうお休みの日に一緒に遊んだりしているのにうちはないんだろうと思ったことはありました。でもそれで友達の輪に入れてもらえなかったりとか悲しい思いをしたようなことは一度もありません。その頃ママ同士が仲良かった友達は今も私の親しい友人たちです。親の付き合いなんて子供同士の付き合いには全く関係ないんですね。スイスに来てから子供たちは現地校に通わせてるんですけれども、最初は私がフランス語が全く話せないことでこうママたちの輪に入るきっかけもありませんでした。でもそれがすごく楽だったんですね。で何かあってもあフランス語が話せないのでとこう逃げることができますし、フランス語ではこうマダンと声をかけるので、なんとかちゃんママとかなんとかくんママとか他のこうお母さんを呼ぶことはありませんし、誰が誰のママかなんてこう覚える必要もなく、何一つ面倒なことに巻き込まれないっていうこの清々しさがありました。ですが私がフランス語を仮にペラペラだったとしても、そんなことをそもそも気にする必要がなかったんです。今フランス語が少し分かるようになってきて、あママ友同士だなと思っていたママたちは学校では話してもプライベートでは一切関わりがないっていうことが普通だったりとか、毎日顔を合わせて話しているのにお互い名前も知らないっていうことが、結構普通だっていうことが分かったんですね。スイス人に日本のこのママ友の話をすると、そもそもママ友って何、ママじゃないなら他人でしょってこう笑われました。これって気持ち一つなんですね。日本にいたって友達じゃない人はあくまで他人です。他人に付き合いがいい人だなと思われて毎日面倒くさい気遣いをしながら自分の時間を使う日々ってどうでしょうか。それなら他人に付き合いが悪い人だなと思われても、大切な一日の時間はあなたが使いたいように使える方が良くないですか。私はママ友との無駄な付き合いをしなかった時間で在宅ワークで移住資金を貯めて、スイスに家族で移住するという夢を叶えることができました。もしママ友付き合いに疲れているっていう人がいたら、今一度そのママ友は友達なのか他人なのか考えてみてくださいね。私の LINE アットでは在宅ワークに関する有益な情報をお届けしています。在宅にいながら収入を作りたい方、ママとして新しい働き方を知りたい方、何か叶えたい夢がある方はお気軽にこちらから友達登録してみてくださいね。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。